龍生き物チャンネル。はい、皆さんこんにちは、龍生き物チャンネルです。今日も行きますよ。メダカお宅訪問、お店訪問でございます。本日はですね、和歌山市内にございますメダカ屋ラブリーさんを訪問させていただきました。こちらのメダカ屋さんなんですが、ご夫婦でメダカを飼育されていましてですね、奥様が販売をされているといったお店でございます。やはりね、奥様ですよね。このラブリーさんというお店はですね、子供連れのお客様とかがね、来られた時にですね、どうしても初めの方は子供さんたちってメダカに興味を示してくれてですね、キャッキャ言うてね、メダカを見るとは思うんですよ。楽しんでくれているとは思うんです。しかしながらね、長い時間となりますと、こう子供たちも飽きてきますよね。ということで、こちらではですね、キッズルームを設けておられましてですね。はい、すいません。あ、そうですか。そうなんです。自宅じゃないのにこんなに綺麗。自宅じゃないから綺麗なんですよ。あ、応接ですね、まあ言うたらね。そうです。で、奥はあのキッズルームです。おー、レッツメダカ、ありがとう。日頃使ってるんだ。あ、ちゃうか、そんな言うたらあかんな。おもちゃやビデオなんかもありまして、部屋でゆっくりと子供さんがいてくれて、お父さんお母さんがゆっくりと何時間でも、何時間、大げさかもわからん、大げさ、そう、いや、そんなことないですよね。結構見ますもんね。そしてまたお店の方ともね、メダカ談義もしたいですからね、十分ありえますよね、そういうことってね。そんな時でも安心してメダカとのひとときを過ごすことができて、子供たちにも飽きさせない空間をお作りになっておられるといった配慮していただいているメダカ屋さんでございます。メダカもすごいですからね、ぜひ本日もご覧いただければと思います。それでは行ってみましょう。レッツメダカ。オレンジ咲いてる。おはようございます。おはようございます。見たことある人いてるな思って。あ、おはようございます。ありがとうございます。本日はですね、メダカ屋ラブリーさんにお邪魔させていただいております。ラブリーさん、この前ね、イベントね、はい、いろいろ出していただいてありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。今日はね、もう直接来ちゃいました。ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。和歌山市内ですね。はい、結構街の中ですよね。そうです ね、 ね、あんまり場所まで言うたらね、あの石投げられるって言ってた。そうそうですね。いや、やめときます、まあ、ビニールなんで破れるんでね、はい、破れるんでね。はい、わ、はい、かりました。ほんと、はい、今日はよろしくお願いいたしま す、 お願いします。ありがとうございま す、 いします。レッツメダカ。オッケーっす。ノール入ってください。はい、はい、どうも失礼します。で、いきます。2棟あるんですね、まずハウスね。あ、販売はこっちだけですね。販売、失礼します。ミジンコ。はい、ビニンゴです。ちょっともう減ってるんですけど。はいはいはい。和歌山フェス、あ、4月30日の、はい、四季の里公園の奈良県大阪府和歌山県でお店をやられてる方のフェスでございます。お願いします。はい、すげえ。タモもメティオさん、はい、店主さんの弟さんです。あ、そうなんですね。そうなんです。そう、弟がメテオさんなんです。ここの夫婦でタモ作ってます。あー、はい、なるほど。これ何て言うんですか。コウキヒメ。コウキヒメ、ありがとうございます。茶色ラメ。はい、サファイア、オーロラキラメ、サファイア。これ何て言うんですか。リンネです。リンネ。知らんね。だからやっぱね、名前覚えられへんもんね。あ、琥珀光、フレア。いいですね、いいメダカいっぱいいてますね。ひみこ。ね。
五色秀長、これ言ってたやつですね。そうですね、はいはい、これは後で見せてもらおう。はい、サタン木ひれ当店舗フレアね。おお、綺麗。黒ラメ緑光エメラルドフィン、ペニアザミ、ブロンズ。水替えはどうされてるんですか。手ですね。集中とかやられてないですね。やってないですね。どっかの方みたいに。ああ。ねえ、まあ、大変ですもんね。またオレンジ君がやってくれると思いますけどね。やってくれます。はい、多分。そう、今日はね、あのオレンジさんも来ていただいてるんですよね。先日ありがとうございました。メダカないんですよがお得意のね。あ、メダカほんまにないっす。うちも一緒ですよ。うちもないですよ。いえいえ、来光なんか暑いですね、やっぱりね。めちゃくちゃ暑いですね。ねえ、何度かね、結構今何度ですか。何度か10時40分で 38.6 度です。うわ、このハウスの中は暑、はい、すいません。痩せますやん。すいません、なかなか痩せるのは僕ちょっと目はちょっとキャラ的にあガリガリですよね。僕ね、そう、暑いんですよここ。いや、もう全然、もうちょっとしたら扇風機ですね。はい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 、扇風機出したらね、狭いんですよ、店が狭いんで。うんうん、でもそうですか、言うてる間に扇風機。室温、夏場とかどれぐらいでやってはるんですか。ここはもう扇風機と、はい、そっちをネットに、ビニールハウスのビニールを上げてネットに変えてるんですよ、はい、ちょっとでも風通るように。 あ、それがもうネットなんですよ、こう三角が。そう、はい、もうビニールにすると、はい、どうしても風入らないんで、はいはいはい、蒸し風呂になるんで。これは年中じゃなくて春ぐらいからそうするってことですね。そうですね、夏場まで。あ、で冬はまたビニールに戻すって感じですね。上もそうですか。上はね、白のシャボネットだけ。はい、それはもう冬も一緒ですか。冬もそうですね、もともと黒やったんですけど白に変えて、
もうそこからずっと白いですね。黒やったらやっぱり引き入らんとかそんなんあるんですかね。まあ確かちょっと暗いわな。暗い、うん、白の方が完全に火も入り、はい、まあでも暑いも暑いよな。お休みいつか言っといてあげる。お休み水曜木曜が定休日になってます。はい、水曜木曜定休日でございます。名刺かなんか打つとかね、電話番号とか、はいはい、はい、どうぞかかってくる。発送とかはされてるんですか。やっと一応、はい、やってます。去年があんまりちょっと取れやんかったんで、はい、ちょっと今年はあんまり出せてないっていうのがこっちで取ってる、はいはい、よかった。すみません。なんか気になるやつあったら救いますよ。そうですね、全然。今年の一押しの品種なんかあればね。一押し、ちょっと去年ねリアルロング品が流行ったんで、はい、はい、そうですね。それに掛け合わせたやつとか、リアルロング品は何種類か、あ、ぜひ見せてください、はい、了解です、はい。まあ、もうちょっとしたら出せるような品種も結構おるんで、はい、これがブラックダイヤのリアルロング品だ。おお、これはまあもう出せるサイズかな。そうですね、ブラックダイヤリアルロングフィン、綺麗。あとこれももう結構数取ってるんで出せるっすけど、はい、これサファイアのリアルですね。はい、ありがとうございます。はい、あとなんかあるかな。まあいろいろリアルロングフィンはあるんですけど。おー、サファイアのリアルは、はい、どっか、まあ、どうやろうね。すごい。あと個人的に好きなのは、はいはいはい、ちょっと難しい、おすすめというか好きなのは流暢法師。流暢法師ありますか。でもちょっと取るのが難しいんですよね、モンサガナ。そうですよね。ああ、来た、これ来たよ。これは流暢法師来たな。ああ、黒のが良かった。黒で入れますけどね。まあリアルロングフィンは結構いますよ。そうですね、掛け合わせてはるんですね。そうですね、はい。流暢法師はまだ販売されてないですよ。販売してないんですよ、販売する数がね、うん、卵取れます。ちょろちょろ取れるんですけど、はい、育ってきて、まあ、船外に、ね、出し、ね、出せないやつとかもあるんで、はい、店に出すほど残らないですよね。うん、結局なるほど、次の代へ回っちゃうみたいな、はい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 、そんな感じで去年から同じような感じになってるんで。あ、仕入れ先さんとかどこ多いんですか。多いってことないですね。もう個人的にバラバラで自分が欲しいなと思ったら、あ、もうその魚、もう どこっていうんじゃなくてね、魚ベースで、まあまあ、現地へ行く場合もありますし、はい、まあ、ネット見ての時もありますし、基本やっぱり目で見た方がやっぱりね。これが夜桜の、はい、ありがとうございます。今年、うわ、夜桜のリアルロングフィン、え、言えてん、リアルロングフィン、なんかリアルロング品屋さんみたいなってくるけどね。すごいですね、いろいろね。いえいえいえ、こっちが歌舞伎ですね。夜桜リアルロングフィン、はい、ありがとうございます。これが歌舞伎ですね。あ、歌舞伎、歌舞伎のリアルロングフィンですね。歌舞伎のリアル、おお、卵つけてる、つけてますね。おお、ほんまや、リアル多いな。メスのこのヒレ、
卵つけてるのにオスみたいな腹びれ。そうですね。こんなん卵つけてなかったら分かりませんやん。そうだからちょっと判別はねしにくかったりするんですけど ね背びれもそんな変わらんでしょこれ。そうだから結構サイズが小さい間にやっぱ卵を取らんと、はい、取りにくいですかね、うん、だからヘテロ使ったりも持ってもメスにヘテロ使ったり、はいはいはい、だ確率は減るけど、うん、まあ出るやろうと。そうですね。すごい個人的にまあ好きなのがこの白髪っていう魚なんですけど、これですか、まあ、パッと見マリアージュの光体型みたいなね、はいはいはい、そんな魚なんですけど僕は個人的にそれが好きで、まあ、これはちょっと大外光全然出てないですけど、うん、やっぱいいやつは大外光もバリッて乗って、うん、大好きですね。すごいですね白髪。はい、埼玉県のね大豆高さんっていう人が作ってる魚なんですけど、はい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 、オリジナルで、うん、でも初めて見た時にこれは紅放流ですね。これちょっと一匹違う入ってますけど、うん、乙姫みたいな感じです。そうですねこれ、うん、なんか違うのちょっと入っちゃってですけど、はい、あと龍さん言ってたやつ入れましょうか。はい、五色ね。はい、おやっぱり五色も綺麗やな。五色ヒレナガ。そうですね、五色の綺麗なやつで、これのね、またね、だるまが可愛いんですよ。ちょっと待ってください。はい、ほほほ、これめっちゃ可愛いですよ。可愛い、ね、ほんまに可愛い。可愛いでしょ。わすごいな、これめちゃめちゃ可愛い。可愛いでしょ。ヒレ、ヒレ、もうヒレの方がでかいぐらいですよ。こんなんどうですか、産卵するやっぱ難しいですね。難しいですか。難しいですね。だからこれ可愛いな。個人的にはもう鑑賞用ですね。だから売り物にはできないんで、ペア取れないんでね。はいはい、卵取れていってね、増やせていけたらまた販売もできるかと思うんですけど。いいっすよ。これやばい、これやばいでしょ。これやばいですね。でもね、面白いですよこれ。これ今まあメス2匹なんですけど、はい、実はオス1匹でトリオで販売したんですよ。出したくなかったんですけど、うちまあこれ3月の終わりからお店開けさせてもらった時に、はい、なんかこう新しいのっていうかいいのを出してあげたくて、はい、それを出したんですよね、はい、結構安い価格で、はい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 、誰も耳置きもせんかったですね。ただこんなに綺麗じゃないですけど、これっぽい例えば夜桜とか、うん、オーロラキラメで出るときないですか。出ります出ます、ね。これ結局固定率がいいからそんなに言われてるだけなんですかね。どうですかね。一応ねこれで子供も取ってるんですよ。もう結構取ったんですけど、はい、やっぱりこう単調っぽいやつもねやっぱり何匹か出てくるんでね、はい、でオスまあいてへんねんけど、はい、オスも単調やったんですよ、はいはいはい、だから面白いなと思ってそれずっと取ったんですけど、はい、まあ、なかなかねこんなんばっかり出るかって言われたらね難しいとこなんですけど、そうそう、まあメダカってねそこがまた面白いとこでね。どんなもんなんですか固定率は。まあでもやっぱりオーロラの地なんで、はい、散らばる分は散らばってますね。あ、でもいいんですね、固定率。そうですね、うん、まだもちろん選別してないですよね。選別してないですね。若干大きいサイズだけちょろっと取ってって感じですね。それが子供になるんですね。これはまた4月の30とかその辺のイベントで、まあまあちょっとどの個体になるか分かんないですけど、はいはいはい、まあ一回見て、うん、ペア組できたら出そうかなって感じですね、うん、なるほど。あ、この辺がそうなんだね。そうですね、うん、なかなか面白いでしょ。面白いですね、うん、綺麗綺麗、ほんまに綺麗ですよ。もともとは大型魚をやってたんですよ。あ、はい、熱帯魚の。そう、アロワナとか。はい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 。で、まあ子供ができたりとかで、はい、その大きい水槽をやっぱりこう置いてたら、はい、邪魔にもなるし、ベビーベッドが置けやんとか、はいはいはい、そういう理由で、まあ、やむなくやめて、はいはい、僕の本職がリフォームの仕事やってる自営で、で、まあ、たまたま現場行った時にお客さんからそのメダカを持って帰れって言って、はいはいはい、買い出したら、はい、まあどんなメダカおんのやろうと、はいはいはい、気になってこう調べ出したりしたらいろんな品種が出てくるようになって、ね、まあ、そこからどんどんハマっていくなったって感じ。はい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 、まあ、考えやんと最初メダカを買っていったんですよ、はい、とりあえず持ってない品種っていうか、はい、あこれいいなみたいな、はい、どん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 増えてきて、はい、家じゃ置ききれやんくなっていて、はい、
で、はい、ここを借りたんで、あ、まあ、家賃も発生するじゃないですか、はい、まあじゃあ販売しようか、あ、ペイできやなきゃなもんね、家賃分ね。でまあ嫁さんに、うん、お前悪いけど嫁だからやってくれへんかって言って、でも嫁さんも、まあ、結構協力的に飼育一緒にやってたんで、はい、じゃあ私やるわって言ってたんで、うん、まあ、ここがやれるようになったって。なるほど、それがきっかけなんですね。それで何年前ぐらいですか？4年前ぐらい。今日どうもすみません、ありがとうございました。ラブリーさん、またお付き合いよろしくお願いします。あ、そうですね、あ、どうも、なんか言ってください、視聴者さんに。まだ和歌山来た際は、ぜひ寄ってください。寄ってください、ありがとうございます。どうも、じゃあまた。はい、いかがだったでしょうか、メダカやラブリーさん。すごかったですよね。リアルロングフィンのオンパレードでございました。ハウスも2頭あったみたいでね、1頭が飼育場、もう1頭が売り場という感じで豪勢にやられておりました。メダカも私が欲しいような子もたくさんおられましたね。楽しみなメダカ屋さんでございました。それとですね、4月30日土曜日ですね、午前10時からですね、和歌山メダカフェス開催されます。場所は四季の里公園になります。いろいろね、今回はですね、和歌山のメダカ屋さん以外も大阪府奈良県よりお越しになられるそうです。そこにですね、ラブリーメダカさんも出店されるようです。ぜひ皆さんね、お誘い合わせの上お越しくださいませ。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、横の赤いボタンをポチッと押してくださいね。龍生き物王国和歌山もん TV も重ねてよろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。ありがとうございました。